昨今のですね声優ブームに、逆に私が乗っからせてもらったような気もしておりますが、現時点でそのアニメというものがどん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 膨らがっていて、おそらくそのネット社会になったということが大きな原因と思われるんですけど、昔は放送してもうちの県では見られないとか、ネットはネットでもテレビのネットをしていないので何々テレビでは見られないとか、そんな時代もありましたが、インターネットの普及によって日本のみならず多くの世界にアニメーションが、配信され、そして、愛されるように、どんどん変わってまいりました。そんな中で私が演じていた過去の作品もまるで、今ここに存在しているかのように、古いも新しいも、関係なく面白いものは面白い、いいものはいいっていう形が、ネットを通じて、構築されている昨今のような気がしています。まあそんなことをこじつけるわけではないですけれども、デニム自体も新しいものが、ね、必ずしもいいわけでもなく、新しいからこそ緊張して吐くワクワクもあるし、古くてくたびれているけれども歴史を一緒に歩んできたな、馴染んでるなっていうデニムもあるし、古いアニメも新しいアニメもどっちもこう愛せる時代に私がこの賞をいただけたというのはとても感慨深く、感謝しております。よもや本当に、どんなにデニムが好きだったとしても決して私に迷い降りることのない賞だと思っておりましたので、とても高揚しているし、本当に本当に本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。続いて盾が贈られます。林原めぐみさん、おめでとうございます。元の場所にお戻りください。田代副理事長、ありがとうございました。